こんにちは、池地です。ゼニッシュ、ゼニッシュ、ゼニッシュ、どちらかな。一応、パフォーマンス的には上位クラスのボールですけども、開けてみました。14ポンドのボールです。一応ピンと CG は4インチ近くありまして、ちょっと作りやすいボールかなと思いました。まあトップ8がちょっと少なくってどうしようかなと思ったんですけども、まあそれはまあ投げてみて見たいと思いますんで、よろしくお願いします。まあ線引きは、どういう形にやるかというので、池尻のオリジナルをできるだけやっております。まあナゾトリダーさんと相談の上、何回か線引きをしてもらって、まあ昔のモーションホールの形を一応イメージで作ってあげてみました。まあ手のバランスをとって、まあ一応これで OK だということでドリルに、と思ってさ、ほんで他のやつ刺したらさ、あれ太いんですよね、あれちょっときついのかな、ワンサイズ違ったのかなと思ったりもしたんだけども、一応なんかずっと削っちゃったんですよ、もう。ほんでこの前フェリックスと投げてたら違和感あんまりなかったんで、ただブカブカに感じるやつとはちょっと あるかなっていう感じだったんですよね。なんだろう、もうあれと思ってさ、やっぱりこう上げてて中絞っちゃうんだね、やっぱりウレタンあたりは、ドリルは、進行しております。まあサムが開けて、次はフィンガーにかかっていきますね。まあ手慣れたもんです。いつもの通り、開けてますので、サムは絞り、フィンガーはシリコンテープ2ミリを貼っておりますので、それに合わせた、穴開けになっております。まあメジャーシートはあるんですけども、私オリジナルのメジャーシートになってます。いろいろとこう、変えたいというようなことも思うんですけども、まあここ25年30年と同じような感じで、スパンが少しずつ狭くなってるっていうのが現状です。まあここ5、6年はスパンはいじってないんですけども、やっぱりこう年をいきますと、だんだん関節がやっぱ縮んできて、まあそれをまた投げる時にこうちょっとこう投げてみないとわからないということで、何球か投げてから、まあ元の位置に戻るというようなことで、ちゃんとスパンを計算して作っております。まあほとんど、メジャーはここ4、5年変えてないんで、まあ だいたい出来上がりですね。はい、また PAP 穴開けといてくださいね。メジャーは 50×5×8/1×20 という感じですね。これはまあいつも私の場合は線引きした後にメジャーを測ってもらうというのがわりかし多いもんですから、結果論ですね。どういう形でやるかっていうのは、私自身がこういう形でこういう具合に開けてほしいとかっていうようなことをよく相談して、こういう具合に開けると、で線引きをしてもらった後に、あこうですよっていうことで謎ドリラーさんから書いてくれます。
まあ、私独特のやり方かも分かりませんけども、ピンの位置とか CG の位置とか、それから比べて、どういう具合に開けていくかというのが私の調整ですね。まあこれがまあ一番の私自身のやり方かなという感じです。まあそのためにオリジナルのレイアウトを作るという形になっていってます。まあ、ちょっと行き過ぎましたけども、今度は穴の調整ですよね。まあ赤い、今回は赤いチョープを使ってますけども、指の当たるところをチョークを塗って、それでそこを、削っていくんです。でもまあ先に、周りのベベルを取っていくと、指の腹にあった、指の周りにあったベベルを取っていくということが一番大事ですよね。あとはそのチョークのついたところを削っていく。まあ、今ベベルを取っております。それでだいたい取り終わったら、その赤いところですね、まあ、ピンク系のチョークで引っ張ってますけども、そこを限りなくうまく削っていくと。というのは親指はまん丸じゃないので、その当たる角を、平たいところをできるだけ、削っていくと。そのためにチョークで印を打ってるわけですよ。で反対側に移ります。やっぱりその反対側のところもやっぱりこういう形で削っていきます。これがまあ一番こう抜きやすくするための、作業ですよね。まあよく皆さんオーバルで開ける方が いらっしゃると思うんですけども、これはもう私独自のやり方で、極端に言えば、まあ、最終的にはオーバルになっちゃうと。指の形をその穴の中で作るということですよね。まあ、長文見ていってください。あとは両サイドを開けたら、ちょっとこう背中側の、右側の上の方ですよね。やっぱりそれは抜けるところがあるんで、その抜けるところをちゃんと削らなくてはいけません。そうしないと指が引っかかってダメになっちゃいますね。でまあ入り口のところで、説明してありますけども、入り口のところでうまく抜けるように少し大きめに開けるということですね。でまあ反対側もそうです。反対側は抜けていく、外に抜けていくんで、あまり入り口は気にしなくていいんですけども、中をきっちりと削るということですよね。でそれでまあ何度かこうチェックし持って、その後には今度は親指の付け根ですよね。ベベルを取ってるところの付け根をやっぱりチェックして、でそこをなおかつ削ると。そのほんの微々たるところなんですけども、当たるところがあるんで、それを削るということですよ。まあ私はテープを貼らないタイプなんで、ほとんどテープを貼らないタイプなんです。まあ親指の付け根とフィンガー、特に中指との間で、きちっとボールが持てれば投げられるというタイプの人間なんで、それで、親指の付け根が一番大事なところです。まあ皆さんもそうだと思うんですよね。これはもう一番で、ちゃんとこう親指の内側、根元の内側をちょっと深い目に削るということがやっぱり一番ですよね。やっぱね、まあ持った時にどういう感じになるのかで、指がちゃんと抜けるのか、それをちゃんと試してみるっていうことも大切ですし、まあ一応それが終わりましたら、今度は、ペーパー掛けに入ります。まあペーパー掛けはペーパー入れてる袋があるんですけども、まあ古い40年ぐらい前の袋をそのまま使っております。まあ中は
いろんな種類のペーパーが入ってるんですけども、まずこれ用のペーパーはまず1段階穴の中で、きれいにするために、100番ぐらいのペーパーを先に中全体的にかけます。まあドリルをしてる時に刃の感触とかそういったもんが残ってますんで、一応きれいにするために一応中を全体的にきれいに削っていきます。まして削ったところも段差になってるところが万が一ありますんで、それ辺も注意して削っていくと。三角刀で削ってもなかなか皆さんうまく削れない人が多いんですけども、まあ特にベベルを研ぐ角なんかは、ガタガタになるところもありますんで、それをうまく調整していくということですね。あとはまあその親指の一番握るところ、それが一番大事だと思います。それをまあ進めていきまして、きれいに中を粗いペーパーできれいにまず仕上げるということですね。でその次には真ん中ぐらいの、まあ私は600番ぐらいを使ってるんですけども、600番ぐらいのペーパーをかけます。これはまあ下地ができてますんで、中をツルツルにするための仕上げです。まあこういうことはあまり、私自身はまあ毎度のことなんで、別に気にはしてないですけども、こういうサムをちゃんとこう自分のものにするっていうことがやっぱりボーラーとして一番大事だと思います。まあだいたい今600番かけ終わって確認をしております。で終わってもう一度再度もう一度あるんです、仕上げです。私はこのフィンガーの中が、ツルツルにならないとダメなタイプなので、今度は1200番を出して1200番で中を仕上げます。中はねこうなればね、まあ、中の構造によっては多少ざらつくところもあるんですけども、一応だいたい綺麗になって滑りやすくなってきます。まあ親指を抜く瞬間っていうのがやっぱりこう引っかかる。だから私はテープを入れてた時に、テープは昔は入れてたんですけども、もうここ何十年ってテープを入れないで投げております。まあ指と要するに、サムとの根元と中指がきっちり合ってれば投げられるというタイプの人間なんで、指がちょっとまだ、まあ私自身の投げ方がそういう形になってるのかも分かんないですけども、テープをあまり貼るということはやらないですね。まあよっぽどそのブガブガになってる時とかがテープを1枚、まあそれももう売ってるやつじゃなくて養生テープみたいなもんを貼りますこれはもう本当にもう自分では笑うかなと思うんですけども、まあこれで一応仕上げ、ね、まあちょっとジャパンカップの袋の件の話もしてます。前哨戦で投げさせてもらいました。これの参加賞です。これで出来上がりですよね、大体ね。でまあ場所をお借りしているところはちゃんと掃除をしてお返しするということで、お掃除タイムに入っております。いやー投げられるかなこのボール。まあとりあえず箱出しで投げてみようと思うんですけども、まあ最終的には磨くということになると思います。まあちょっとこう指を入れてみてちょっと抜け具合を感触的に調べております。あ、もう完全にああいう形であれば抜けますよね。
まあ、イットとかそういう部類、部合のもんをわりかし皆さんよく使ってますけども、私はもう全てこういう形で作っております。まあ、あとはまあこれで大体出来上がりですよね。まあどういう形になるかちょっと投げてみないと分かりません。箱出しで1500番ですかね、確かね。まあ強烈に曲がるようなボールなんで、まあ投げるのがちょっと楽しみですね。まあ今月は新小岩サニーでちょっと投げる予定ですけども、今週いっぱいはまだ40フィートのままで、来週26日以降が44フィートになるという情報を得ております。まあ44フィートでこれを投げれば使えればいいんですけども、まず私の経験上多分3000番ぐらいまで磨かなくちゃいけないのかな、レイアウトでポリッシュかなと思います。まあ40フィートで一度このままの状態で投げてみたいと思います。楽しみですね。完成しました。いろいろ皆さんちょっと長いこと見ていただいてありがとうございます。まあ穴開け、それからまあサム調整、こういうのは大事なことなんで、皆さんもよく覚えてやってみてください。よろしくお願いします。いろいろありがとうございました。またこれからもよろしくお願いいたします。ハッキー、さてラッキーなストライクが出たところで投げてみますかね。これ一回、今タイノプロは約59枚ぐらいで投げております。これゼニス、ゼニス、ちょっとわかんないですけども、初投げです。レイアウトはちょっとこういう感じです。多分55枚ぐらいからでいいかな。暑いか、やっぱりもう一球行ってみます。初投げ、プレイヤーはナローポイントがここの辺ですよね。プレイヤーこんだけ出てます。まあそんなにめちゃくちゃ出ない、でも結構今のところ4本5本6本と出てます。まあ多分来週から44フィートになるってことなんで、それをまあ投げてみようと思います。今55枚ぐらいでサイドに入ってますんで、とりあえず57、8枚と。60枚に至ってます。
体が芯が感じですよね。見えますかね。ここの辺がナローポイントです。ナローポイント。反対側も出てます。